明けましておめでとうございます。フリースタイルスケートボーダー関根大輝33歳。彼の日常はまさに想像以上だった。アクはフリースタイル部活動に向かう彼から話を聞いた。去年レベル2認定されたんで、今年はレベル3挑戦と、あと引き続きビデオコンテストに参加することと、あと全日本フリースタイル選手権、去年ケツでめちゃめちゃ悔しかったんで、やっぱケツを叩くって気持ちで頑張っていきたいと思います。去年9月7、8の2日間で開催された全日本フリースタイルスケートボード選手権2013でデビューして以来無名だった彼は、 FS.com で開催されたビデオコンテストで M80 特別賞を受賞し、成功の階段を駆け上がった。大晦日、アクアフリースタイルスケートボード部活動は脇に沸いた。なんと関根大輝が奇跡を起こした。540ショービットを初メイクすると、いやそうっすね、なんていうか絶対執念でメイクしてやるみたいな感じでしたね。あともう半回転の壁は分厚かったっすね。デッキが逃げてくっていうか収まらない、そんな感じでしたね、でもメイクする瞬間スローモーションからのメイク後の一瞬のフリーズしたっていう感じでした、ね、何笑ってんすか。とりあえずまあいろんなとこにツアーっていうわけじゃないですけど、デデ師匠と一緒にフリースタイルを、フリースタイルスケートボードを こういうのがあるんだぞっていうのをいろんなところに行って、まあ、去年と同様知らない人ともいろいろと絡んで、興味を持った人がいれば乗ってくれる人がいたら、まあ、一緒にフリースタイルスケートボードをやりたいなと思って。